本日も茂木さんにお越しいただいております茂木さんよろしくお願いいたしますえー、皆さんこんにちはそしてこんばんは徳永茂です、えー、いよいよ年度末本日もよろしくお願いをいたしますお願いしますでは茂木さん本日どのようなお話をしていただけますかえー、今回は電話リレーサービスについてお話をさせていただきます茂木さん電話リレーサービスあまり耳にしたことがないんですがこれ一体どんなサービスなんですか まあ耳が聞こえにくい方や言葉を発してお話しすることが困難な方がスマートフォンやタブレットパソコンなどの端末を使って手話や文字を通訳するオペレーターを介して電話で会話ができるサービスのことなんですよ。なるほど。まあ電話をかける人とかかった人の間にオペレーターの人が入って で言葉をバトンのように繋いで伝えるだから電話リレーなんですねそうなんですね、えー、国の法律に基づきました公共インフラでありまして総務省から指定を受けた一般 一般社団法人日本財団電話リレーサービスという機関が、令和3年7月から運用開始をしておりまして、24時間365日、いつでも使えるサービスです。なるほど。道路や上下水道みたいな法律に基づいた公共インフラなんだということなんです。もう2年以上前にサービスが開始されているということでしたが、全然知らなかったです。 でしょう、はいえー、昨年度末の時点におきまして、えー、全国でのご利用者さんは約1万2000名いらっしゃるんですけども、その時点で愛媛県での登録者は90名ほど、えー、今治においてはたった10名しかいらっしゃいません、まあ。ナナさんやリスナーの皆さんがご存じないのも仕方がないかもしれませんね。はい、そうだったんですね。 現在は今治市のホームページに記事を掲載するなどして市民の方々へサービスの周知に努めております先日には聴覚の障害者団体の定期総会に合わせまして日本財団の担当者が、まあ、今治に来ていただいて サービスについての基本的なことを解説していただきました。まあ、その場で、電話ディレイサービス用の電話番号を発行する説明会も開催をしていただきましたえ。聴覚障害者団体に入っていない一般の方も参加をしていただいて、新たに4人の方がサービスへ加入されました。なるほど、そんな機会があったんですね。まあ、知る機会があれば、加入しようと思う方ももっと増えるんじゃないかなと思います。 ちなみに、このラジオを聞いて加入したいと思う方や、このようなサービスがあることを紹介しようと思う方もいるかもしれません。これから加入するためにはどうすればいいんですかまあ登録をするためには、まずはパソコンやスマートフォンをご用意をください。 アプリストアなので、日本財団の電話リレーサービス専用アプリが配信されております。続いてそちらをダウンロードしてください。その後、アプリ内でサービス利用対象者の確認書類や支払い方法などご入力いただくことで登録できます。登録が完了しますと、050から始まる電話リレーサービス専用の電話番号と、 パスワードが郵送されますよ。電話リレーサービス専用のアプリから登録を行うということです、まあ。ご利用を考えられる方は身近な端末をご用意いただきたいですね。えー、聞こえない方が聞こえる方に電話をかける場合でサービスの流れをご紹介します。まず、専用アプリを立ち上げ、連絡したい方の電話番号を入力します。続いて、 手話で話すか、文字で伝えるかの選択画面が出ます。手話を選ぶと、画面で手話を話せる通訳オペレーターが出てまいります。オペレーターに向かって手話で話すと、オペレーターが即座に声にして、連絡先と通話がスタートするんです。なるほど。 文字での会話もできるようですし手話ができない方も利用できるというわけなんですね耳が聞こえにくい方がサービスを利用するためには専用アプリのダウンロードと事前登録が必要ということですが聞こえる方の登録は必要ないんですかはい、えー、通常の通話ができる方は特に専用アプリのダウンロードなどの手続きは必要ございません 電話を受ける場合は通常の電話と同様の着信があります。応答したら通訳オペレーターから、こちらは電話ゲレーサービスです。耳の聞こえない方などからの電話を通訳していますという案内が最初にございます。反対に、このサービスの利用者に電話をかける場合は、 050から始まる番号にかけていただければ、通訳オペレーターを通して聞こえない方へつながります。なるほど。まあ、負担も少なく通話できそうですね。まあ、そういえば、茂木さん。 050の電話番号だと、迷惑電話というね、うん、イメージを持つ方もいらっしゃるかもしれないですかね。そうですよね。うんえー、個人の携帯に050からの着信があった場合は、電話に出るかどうか一瞬躊躇する方もいらっしゃると思うんですね。うん、ただ、このように050の番号のすべてが 迷惑電話というわけではございません。その電話はもしかしたら、リレーサービスを利用した聞こえない方からの着信かもしれませんので、電話に出ていただきたいなというふうに願っております。また、ご利用される方は、かけることが想定されるお相手の方に、前もって電話番号を教えていただくのもいいですよね。そうですね。お互いにこのサービスのことを知って、 それががどどんどん広がってて浸透しいいいけばいいなと思いますちなみに電話リレーサービスどのような料金設定になっているのかっていうのも気になるんですがえ料金体系が2種類ございましてね月額料金が無料で携帯への通話が1分約40円のプランと 月額料金が約180円で、携帯への通話が1分約30円のプランがございます。通話料以外の料金はかかりません。サービスの普及に向けまして先日、聴覚に障害のある方にアンケートをさせていただきましたが、現在サービスを利用されている方から通話料が高いよねというご意見をいただきました。うん、そこで新年度からは、 サービス利用料について、月額500円まで助成する事業を開始させていただきます。利用料を助成し、利用者の皆さんの経済的負担を軽減することによって、サービスの普及啓発の一助になればと考えております。助成を受けるためには、障害福祉課へ交付申請をいただく必要がございます。詳しくは、障害福祉課までお尋ねください。 利用料がネックになって、加入登録をためらっている方もいるかもしれませんね。この補助で利用が進んで、市民の方に電話リレーサービスの認知が広がっていけばいいですよね。そうなんですね。1月には、能登地震もありましたよね。地震や火事など、緊急事態が発生すれば、皆さん様々なところにまあ電話をされると思うんですね。うん、アンケート結果では、サービスを知って っているにもかかわらず、まあ、お友達や、そしてご家族の支援があるから加入していないという方も、まあ、実は多かったんですね。え。こういう災害の際には、周囲の支援が難しくなるというふうなことも想定していただきたいと思うんです。 電話リレーサービスは周りにサポートしてくれる方がいなくても通訳オペレーターにつながればどこにでも電話できますし緊急時にこそ必要なサービスだと思いますので、まあ、ぜひご活用いただきたいと思っていますそうですねいざという時の備えにもなりますよね消防や警察への緊急通報は電話リレーサービス以外にも消防のネット119 緊急通報システムアプリの活用した文字や映像による通報、また警察へはメールによる通報もできます。一方でこの電話リレーサービスは日常生活でも利用することができます。普段から親しんでいただいていざという時にも自然に利用できるようどんどん認知が広がってほしいと願っております。まあ友人やご家族に聴覚の障害がある方がいらっしゃったら 緊急時の備えとして、ぜひ電話リレーサービスのご利用をお勧めください。また私たちも、050からの着信があれば、迷惑電話と決めつけずに受信する必要があるかなと思います。リスナーの皆さんえ、今日教えていただいた電話リレーサービスについて、頭の片隅に置いていただけると嬉しいなと思います。さて、しげきさん、今日も最後になりましたが、市民の皆さんにお伝えしたいことがあれば、お願いします。 えー、来年の1月16日に今治市は合併20周年を迎えます。えー、そのカウントダウンを盛り上げようと、えー、今月30日土曜日の午後2時から南海放送で特別番組を放送します。今回の特別番組では、 合併20周年のキーパーソンたちに思いを熱く語ってもらうとともに今治市政広報番組の3年を未来志向で振り返りますのでぜひご覧ください南海放送市政広報番組で3月30日午後2時に特別番組が放送されますぜひ皆さんご覧ください それでは本日も茂木さんにお越しいただきお話を伺いました。茂木さんありがとうございました。5年度も皆さん本当にありがとうございました。新年度も頑張ります。